千葉にあるチームに、今のカズサマジックというチームなんですけども、そこに入って5年間やさせていただきました。でもやっぱりさっき言ったように左から右に変えたので、どうしてもボールがどこに行くかわからない、投げれるんですけど、やっぱり高校よりも社会人というのはレベル高いですし、そういうところで投げていく必ずミスが多かったんですけども、それでもすごく苦労したんですけども、ただやっぱりバッティングがすごく自分の中で自信もあったし、良かったですし、なんとかプロに行きたいなと思ったんですけども、やっぱり DH で球団を取ってくれるチームはほとんどなかったので、なんとか左に戻したいなっていう時に、4年ちょうど右に変えて4年目ぐらいに、あ、5年目ぐらいに肘がこうさっき言ったこの部分が埋まってちゃんとしたこういう骨になってきたので投げれますということになって左に戻しました。それと同時に全日本に選ばれまして、さっき言ったアトランタオリンピック出て、プロに行くということになりました。で、一つちょっと忘れた話がありましたけども、ですね、面白い話を。この前ですね、僕9月から日体大と、東京福岡にはトータルワークアウトっていうジムがあるんですけども、そこが、提携をして、トレーナー育成をやろうという話で、僕もやっぱり野球やっていろんな経験をしたいなと思って参加させていただきました。ずっとしてます。ずっとしてます。全然グラフが出てくるんですね。まあ、その時に一つすごくいい面白い話がありまして、まあお孫さんや子供さんがいらっしゃると思いますけども、あ、今もですね。あ、そうですね。僕がすごくびっくりしたのは、トレーニングっていうのはやっぱり、まあ、中学高校で成長期があると思うので、成長期を絶対外して成長期終わってからウェイトトレーニングっていうのをやるんですけど、神経系っていうのは、まあ、これがもう出来上がったところ100として、神経系ってもう4歳ぐらいからやるんですよね。これはびっくりしまして、この4歳、6歳くらいでやっとかないと、その運動神経っていうの差がすごく出るらしいですね。これはすごく僕も勉強になりまして、もう絶対ウエイトしか、ウエイトだったら14くらいがマックス、この辺からもうウエイトしていいんですよね。もうしても、その体の成長期をこう止めるっていうことはないんですけど、そういう意味ではこの神経系っていうのは、子供さんや子供さんには、使うの良い、極端なら目つって、で走らせるとか、なんかこう寝て寝かしといて手を叩いて起こして走らせるとか、本当にそういう運動神経っていうのは4歳6歳ぐらいからやっておかないと本当に差がつくっていうことなので、これは別にこう体の成長には関係ないと思うので、これはぜひ皆さんやった方がいいのかなと。もううちの息子もちょうど下が6歳なので、もうどんどんこれを勉強してたりしてます。なので、ぜひこれは参考にしてください。で、それで話は戻します。で、社会人でそのアトランタオリンピックに行ったんですけども、そこでも本当にこのチームの大切さっていうのを学ばせていただきました。ちょうどアトランタのメンバーというのは、僕、あとオリックスの谷さん、で井口、あと今岡君とか、本当にそうそうたるメンバーがその年のドラフト1位、1位、2位っていうのを、行くような選手ばっかりと、25歳以上の年配の方だったら、その混合チームですよね。で、やっぱりマスコミはすごく騒ぐので、どうしてもその年配の人よりも、ドラフト1位、井口君とか今岡君とか、そういうところにスポットライトが当たってたんですけども。ちょうどそのアトランタに入る前に、フォートマイヤーというところで、合宿をしました。その時に今日本生命の杉浦さんという、ミスターアマチュアというピッチャーの方がいらっしゃるんですけども、その方は全員若い僕より下、あ、先生下は全員呼ばれまして、で1時間で説教されました。何を説教っていうと、お前らは何しに来たんだ、やっぱり僕たちはメダル取りたいと思った、
に来たって言ったんだけど違うと目指したいだけだ、俺たちは本気でキューバを倒して世界一になりたい、金メダル取りたいんだ、そういう中でお前らの行動は本当にチームとして一つになっていかないと、それよりもチームが一つならないと必ずメダルって取れない、だから邪魔をしてくれるなと、俺たち年配の人はもうこれが最後のオリンピックなんだと、だからお前らはこれから先プロに出るだろうけど俺たちはないんですよ、もうメダルを取りたいと、だから協力してくれるのか、もう本当目立ちたいんだったらやめてくれって言われました、そういう言葉がすごく僕たち響いて、そういう気持ちじゃないんですけども、そうやってプレースタイルとかもう自分が自分だっていうのが多分先輩たちに見えてて、すごく不満を持ってらっしゃったと思うんですね、まあ、そういうから本当にそういう気持ちを改めて、若い子たちもよっしゃ先輩たちと一緒にメダルをという思いで、本当に一つ慣れた結果が、キューバも強かったですし、アメリカっていうのも本当に、SDA のトップクラスが来てくれたのですごく強かったんですけども、そこを倒して、まあ、銀メダルを取るということになりました。だから本当にそれはプロに入っても、まあ、レギュラー取ってからですけども、やっぱチームは一つにならないといけない、あとから話しますけど同じ方向を向いていかないとなかなか、優勝っていうのはできないのかなというようなことを、勉強させてもらいました。そしてプロに97年井口と柴原とか、まあ、本当にこのメンバーでやらさせてもらったんですけども、まあ、本当にこの入団した当初は、まあ、皆さんもご存知と思うんですけども、本当にダイヤモンドって弱かったんですね、本当になんで今思えば本当に弱かったなと思うんですけど、やっぱその原因ではやっぱあると思うんですね、もう本当に入った時に一番スタートでびっくりしたのはキャンプで、まあ、第一クールというのはみんなでこうゴロ補給というかノックを受けるんですけども、やっぱ僕も新人ですし声出さないといけないし張り切ってやらないといけないという思いで、まあ、横飛びというかノックで横飛びして取ったんですけども、もう忘れもしないですよ、後ろ2人でお前何飛んでんだよって言われたんですよね。その時にこんなチームってあるのかなと、やっぱ社会人のそういうチームは本当に泥臭く、常にそういうプレースタイルやってたので逆にびっくりしまして、なんかすごいチームに来たなと。でもやっぱりどうそれをどんどん日にちを過ぎていって、オープン戦じゃあ公式戦入った時に分かったのが、やっぱりその言い訳しょうがねえな、あ今日はもうこんなピッチャーすごかったら打てねえなとか、そういうことをこうロッカーで常に言う人たちがたくさんいたんですね、先輩たちで。今思えば、あそういう人たちこう手癖がついてたなと、まあ、正直今の、まあ、オリックスもそうですけども、そういう負け癖がつくとなかなか浮上してこないというチームなんだなと、まあ、その時に王会長は常に連敗するとミーティングをしました。でもその度にそういう先輩たちはまたミーティングかよっていう話を、されてたんですけど、でも会長はその度にこう言われました、お前たち悔しくないと、俺は悔しい、やっぱり勝ちたい、じゃあ勝つためどうしたらいいの、分かるか、やっぱり流れっていうのは野球にもあるし人生にもある、じゃあその流れを変えるの誰だろうっていう時に、お前らがやってた俺たちは俺じゃないんだよ、プレーしてるお前らが変えるんだっていう気持ちじゃないとチームが変わらん、流れも変わらん、やっぱり野球の神様絶対いると、やっぱり勝ちたい打ちたい抑えたいっていう選手がいるのは、その真剣さ、その悔しいっていうのを表現出してくれないと野球の神様見てくれないと、流れが変われば勝つようになっていくだろうと、だから常にそういう姿を見せてくれるということをおっしゃいました。それからはやっぱり久保さんがいい、城島がいい、井口がいい、まあ、僕は今いたんですけども、少しずつそういうのを浸透していきまして、それが浸透していく中でみんながやることによって、1人がやる、2人がやると、どんどんチームとしてはそれをやらないといけない、いい伝統になっていくんですよね。で、それと同時にチームも本当に強くなっていき、1999年、初優勝。ただ初優勝の時も、本当最後は苦労しました。
でも苦労にして苦労しても絶対勝ちたいんだっていうのを選手、レギュラーの選手みんなが思ってたので、やっぱ最後の最後勝ったのかなと。やっぱ勝てば、そのファンの人たちと喜んでるこう実感もありますし、やっぱプロ野球生活、プロに入ってなかなかビールかけできる選手って本当に少ないんですよね、正直。なんでやっぱり今まで見てた光景が自分がやってるのか、じゃあやっぱり毎年優勝したいなと、じゃあそのためどうしたらいいかっていうのは、やっぱりさっき大会長が言ったように流れを自分で変える、自分がいる、あとはブランドで同じ方法を見ると、正直あの本郷さんとか井口とか城島とか僕は本当にプライベートで飯食べに行くことって言ったことないんです。仲いいとも悪いともなくて、ただやっぱりグランドに立てば会長を胴上げしたい、優勝したい、まあ、これは本当にみんなレギュラーみんながそう思ってたので、やっぱチームとして強かったなと。これは多分今までもそうだと思います。ちょっと今年は分かんないんですけども、そういう形でやっぱ同じ方向を向く、そういう伝統を作ってくれたのが、大会長だったなと。だからここまで、強いホークスが維持できているっていうのは、まあ、練習もそうですけども、そういうこうチームとしてどういうアスペクトかっていうのも、こう大会長から向こうさんや僕行って、そこから、まあ、最近は松田とかに行ってますけども、そういういい伝統をこう受け継いでくれているので、あの強いチームになってるんじゃないかなと、思ってます。あとは個人的にはすごく僕も19年間お世話になったんですけども、また三冠を取れたっていうのも大会長に教えていただいたおかげだと本当に思ってます。個人としては常に練習では 120% 振りなさいと。それはなぜかというと、バッターとピッチャーとか、ピッチャーは必ずタイミングを絶対崩してくるんですよね。そういう中で 120% のスイングってなかなか1試合できないですよ。でやっぱり 10打席立って3本打ったら1秒っていう、それぐらいの確率なので、それなのにその 120% で 10打席打てることはないんですよね。でも若い時にそれぐらい振っとかないと35を過ぎたら絶対落ちてくるので、その時に1年でも長くできるためには、若いうちに 120% の練習としてスイングをしなさいというのはすごく僕、特に僕と国防さんに言われました。練習でもやっぱり常に僕と国防さんが両サイドで打つんですけども、あの今はテラス席ありますけど、ヤフオクドームの中段ですよね、あの上は常に狙っていきなさいと。だから練習で8回9回全部ホームランしなさいと、言われることもあります。でもそれがあったからこそ、僕は僕や国防さんもそうですけども、数多くホームランを打てたと思うし、ここまで長く